本日は朝三島駅に来ております。目の前にラブライブの電車が止まってますけどね、これは珍しいものなんですかね。まあ、本日はこれに乗るわけではありません。ではそして改めましてね、私三島駅にいるんですけど、今回やるのはね、ここの三島駅から静岡競輪場までの無料の送迎バスがあるということで、と今この通った富士急シティバスの車で来るらしいんですけども、それに乗ってみようという企画なんですね。で静岡競輪場ってもう静岡駅の近くにあって、まあ、ここ三島からの距離約50キロ少々、 JR の普通列車に乗っていくと970円運賃がかかるんですけども、これをなんと無料で、ね、乗せてしまうっていうすごいバスがあるんでね、これはちょっとね、格安で移動する手段として、それはちょっと本末転倒な乗り方かもしれないですけど乗っていきます。まあね、それで競輪場をやっぱ利用しなくちゃいけないんで、まあ、一口100円で利用できますから、まあ、100円で利用できるというタイトルにしています。まあね、私はそんな100円で買えるのも申し訳ないんで、ある程度は使おうかなと考えてますけど、現在10時30分で約1時間30分ぐらいの乗車で静岡競輪場に着くことができました。本当ここまでバスでね、実質無料で来ることができるんで、すごいことですよね。静岡競輪場がなんか今まで入場料50円だったんですけど、去年からね、50円から0円無料にね、値下げしたそうなんですよね。これもまたいいことですよね。で、まあこういった競輪に行くためのバスに、まあ、バスとか電車の公共交通を趣味としてる人が乗って、果たして望ましいものなのかっていう問題はあるかもしれないんですけども、まあ、見ての通り競輪場にいるお客さんがもう結構お年寄りの方ばっかりなんですね。このままね、行くと、競輪を楽しむファンの層がどんどん減っていくんじゃないかってこともありますんで、そしたらやっぱりね、きっかけは何にしてもこう競輪場に来るっていう機会を作るっていうことで、ね、まあ、それはそれでいいことなんじゃないかなとは私は思います。で今日は立川競輪の場外なんで、あの東京都民が立川に行かずに静岡に競輪を見に来るっていうことになっちゃってるんですけど、とりあえず第1レースを、まあ、5番の松原さんで方が来るんじゃないかと思ったんで、これを2着服で、まあ、5番が1着か2着に来る構成 で200円を5口1000円分買いました。これでね、あの三島静岡間の運賃970円に相当する額をここで支払ったんでね、まあこれでいいんじゃないでしょうか。一応念のため再度解説しておきますと、この最低の掛け金が100円からなんで、今回の動画のタイトル、実質100円という風にさせてもらってます。でしかもこれよく見ると 5、9 の組み合わせを上と下で重複して買っちゃってますね。まあこれが当たったらでかいですね。ということで、ね、1000円すったところで、本当はもうちょっとね、ゆっくり競輪楽しんでいきたいんですけども、ちょっとね、まだ静岡で行きたいところがいくつかあるんで、そちらに向かおうと思います。でここに止まってます静岡駅からの送迎バス、これを使って静岡駅に向かえば、三島から静岡競輪場経由静岡駅まで本当に実質無料で移動することができます。で静岡駅方面に帰る無料の送迎バスが結構夕方にならない、早くても14時半でしたっけ、あそこまで行かないので、まあ、今回は静岡駅までは普通の路線バスで向かおうと思います。競輪場出てね、目の前の道をちょっと歩いたら、静岡競輪場入り口ですか、そういうバス停があるんで、まあ、そこから190円で静岡駅に移動できるので、まあ、これはもう安いもんですね。まあ、競輪場からちょっと行ったところにね、この競輪場入り口っていうバス停がありますんで、ここから静岡駅に190円で戻るルートもあります。ではね、ちょっとまたこれから静岡のまた面白いところを紹介していきますので、次回以降の動画もよろしくお願いします。